岐阜、広島、福岡、結構続いてたのであっという間だったんですけど、思い返すと本当に一つ一つのライブが、もちろんセットリストも結構変わってたりもするので、でも実は昨日と今日は同じで、セットリストはだけど会場の雰囲気も全然違うし、もちろん見に来てくださってるお客さんも違うから、こんなに変わるんだと思って、私自身もこうみんなのこうなんだろうな、こうパワーを受けて、やっぱり自然と私の歌も変わったりしたのがすごく、はあ、やっぱりライブってこう生ものだなっていう風に、実感しました。とてもとっても楽しかったです。まだイルハ秋冬公演は始まったばっかりで、残りあと何個だ、9個、まだ9公演残ってて、12月まで続くので、今日もらったパワーを、そしてこの余韻に浸りながら、楽しみながら、また来月に向けて頑張りたい